やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。8月の中国とロシアで何が起きるかどうか占おうと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法は Twitter と動画概要欄に書いてあって、で、Twitter で空き情報を書いてあります。普通にお申し込みくださいませ。空いてます。はい。で、お知らせその1、たまきの占い付き結婚相談所サービス、ズバコンの公式サイトができましたので、動画概要欄に貼っておきますね。きめ細やかなフォローがついてますよ。はい。で、心に本格占い館で、たまきの占いのデジタルコンテンツ。これも動画概要欄に貼っておきますので、ぜひ試しにやってみてください。面白い世界観です。はい。では、占っていきましょう。では、まず、8月の中国で何が起きるか。はい、ズバッと出ました。8月の中国は、そんなに深刻な何かはないかな。まず全体的なエネルギーがあるかないか。女教皇のカード。で、その背景に戦車の逆がある。まだ、あれか、中国は、日本と同じでコロナをめぐって若干停滞気味なのかな。ね。でもなんか知恵とか賢さのカードが全面的に出てるので、そうだね。なんか国全体が賢い方向にこう目覚めるとかさ、そんな感じかな。国民とその環境をまず第一発。なんか今ね、頑張っても報われない状況に、しんどい状況にいそう。で、次になってる第7ハウス、パートナー国との関係が欲しいなので、これはいいですね。お金がちょっと厳しい。うん。すごい悪いわけじゃないけど、まず第2ハウス、国家の財政状態、金融政策、税制が尽きなので、漠然とした、なんか、不安とか迷いとか、どっちの方向性に行こうかみたいな迷いが見られますね。で、はい、第8ハウス、出生率、外国との貸し借り、貿易に絡む金銭状態、株価も微妙かな。世界の逆なので、なんか中途半端さがあるな。うん、なんかお金はなんか中途半端な感じ。うん、なんかはっきりしない感じ。第3、第9もあんまり良くないね。第3、初等教育の環境政策、通信、情報流通、貿易が死神なので、日本も悪かったんだよね、ここ確か。通信、情報流通、貿易、何か流れる、そういう通信だの、流通、貿易だの、流れるもので、それがなんかストップするとか、ね、注意かな。で、第9ハウス、高等教育の状態、宗教、司法、思想の環境は審判の逆なので、中国の宗教、司法、思想の環境ってなんだろう。日本で言う、日本はね、ここ皇室なんだけど、うん、中国はそこが、なんか、決意できないとか、結果が出ない感じのカードが出てる。第4と第10はとてもいいです。第4は国土や領土の環境。悪いとね、災害とか戦争なんだけど、第6ハウスもセット、こっちが軍事関連なので、両方いいので、災害も戦争もそんなにあれかな。うん。なんかこう、均衡を保つみたいな感じ。で、第10ハウス、国の最高権力、政府。ドーンと皇帝のカードが出てるので、これは習近平氏かな。強いリーダーシップのカードが出てますね。で、第10ハウス、出生率、穀物生産高もとてもいい。第11ハウス、政党議会、国庫の豊かさ。ここはあんまりちょっとアンラッキーなカードが出てる。さっき言った第6ハウス、雇用状態、軍事関係が最高にいいです。雇用とか増えるのかね。ね。で、第12ハウス、敵スパイ、テロ活動、裏社会、陰謀。第6ハウスとの対比なんだけど、まあ、軍事関係はいいから、うん、何かしら、敵、スパイ、テロ活動はなんかありそうだけどね。まさに、スパイみたいな、あの、カードが出たけどさ。まあ、軍事的なものにすぐ直接する、ね、関係するかと言われるとそうでもないかな。なので、まあ、全体的にそこまですごい悲惨さとかはないし、まあまあな感じかな、中国。はい。あんまり最近中国のニュース聞かないんだよな。聞かなくない？なんか7月とかも占ったけどさ、答え合わせとか思っても、中国の話を全く聞いてないみたいな。うん、そんな。ああ、でもあれか、なんか台湾に、なんかすぐにでも侵攻しそうな予兆があるとか、なんかそういうのは聞くね。でも軍事的なところそんなんではなかったな、カード上では。うん、じゃあ続いて、ロシアね。8月のロシア。
ロシアね。どう思います皆さん、ロシアの。日本がね、入国禁止ってしたやつ、国葬の件で。何が正解なんだろうね。はい、ズバッと出ました。この一連の何々ハウスのカードはみんなそんなに悪くないんだけど、T のカードが悪いね。8月のロシアエネルギーあるかないかで言うと、ないです。マイナス側ですね、全体的に。マイナス差し引いてください。忍者の逆を背景に恋人の逆。なんか、それこそスパイとか、スパイっていうか、なんか、影で何かさ、情報とか、こう、操る人がいて、それによって、こう、国民がさ、分断されちゃうとかさ、ね。なんか、そんな感じがするな。でも、出てるカードはそんなに悪くないんだよね。国民とまずその環境、太陽、とてもいい。パートナー国との関係もとてもいい。女強豪。お金もとてもいい。国家の財政状態、金融政策、税制。世界。そんなにいい？そんなに？で、第8ハウス、出生率、外国との貸し借り、貿易に絡む金銭状態、株価。肯定。これもすごくいい。そうなんだ。第3ハウス、初等教育の環境、通信情報流通貿易。ここにあんまり勢いがないけどね。まあ、貿易今いろいろ止まってるしね。でも、それでもお金がすごいんだね。どっからこのお金湧いていくんだろう。で、第9ハウス、高等教育の状態、宗教、司法、思想の環境、これもいいでしょう、目のは。ラッキー、チャンス、タイミングをつかむ。第4ハウス、国土や領土の環境、ここが悪いと災害や戦争。だけど、第6ハウスが豊かなんだよな。戦争をやっているくせに、女帝のカードが出ているんだ。と思って。ここを刺激されると戦争が起こるみたいな。カードがね、優しい母性のカードが出てて、謎なんだけど。とりあえず災害みたいなのはあるかもね。フードの逆。フードの逆の時の災害なんだろうね。日照りとか、太陽出てるし。日照りとか、なんか崖があるし、崖に関することとか。ちょっと不注意からの人災とかね。第10ハウス、国の最高権力、政府。ここはね、力の逆なので、プーチン大統領の力がちょっと衰えるかな。あんまり元気なさそう。で、第5ハウス、出生率、穀物生産高が良くない。良くない、星の逆。希望、なんかがっかりしそう。思ってたより少なかったとか。で、第11ハウス、政党議会、個々の豊かさ。ここはいいです、マジシャン。で、さっき言ってた第6ハウス、謎のね、雇用状態、軍事関係。ここにね、女帝というね、お母さんみたいなカードが出てるんですよね、豊かさ。思いやり。軍事関係。何を表すかな。毎月もう5月くらいから、あのさ、そろそろ終わるかなって。出てるカードがそんなに悪くないから、毎回。そろそろウクライナのやつ終わるかなって思ってんだけど、今回もこんないいカードが軍事のところに出てもそれでも終わんないかなね。で、第12ハウス、敵スパイ、テロ活動、ラシャカ陰謀、釣られた男。まあまあ、そんなにないかな。ということで、まあ、全体的にエネルギーはなさそうだけど、そんなに悲惨なカードは一周ぐるりと出ていないロシア。中国もロシアも、まあまあって感じかな。中国の方がいいね。でも、Tカードが良かったから。あ、では、日本の神様カードと、妖怪カードにまた出てもらいましょうね。はい。まず、日本の神様カードから、中国へのメッセージ。はい。日本の神様カードから中国へのメッセージ。重い金の神。この神様はね、アマテラス大神が岩戸に隠れた時、女神をこう出すためにの計画を立てたんだって。重い金の神が。へえ、そうなんだ。で、その知恵はね、高間ヶ原随一で一番でね、見事に計画は成功したんだって。神々の知恵袋、知恵の象徴だそうです。テーマとしては、未知なる扉を開く。探求者、知恵とつながる。メッセージとしては、私はあなたの中の知恵です。あなたの内側の深い場所へ降りていけば私に出会えます。それがあなたの真理です。あなた自身を知ることは私を知ることなのです。私があなたに新しい創意工夫のアイデアを授けましょう。
ハイヤーセルフみたいなね、存在だね。本当に。内なる知恵に目覚めて、目覚めると、こう素晴らしい創造性と企画力とかね、こうあなたにくれて、数々の問題を見事に解決してくれるよっていうカードだって。中国。なんかね、女強子も出てたしね、さっき。知恵のカード。賢さに人々が目覚めるのかしら、みたいな。なので中国、この、ね、頭を使う分野で、また何か斬新なアイディアを出したり、発展するかもね。なんか、日本のテクノロジー系がどん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 遅れていくなぁと思って、ね。日本だけさ、なんか、中国はさ、ウェイボーとかさ、中国版の SNS とかじゃん。日本版の SNS みたいなのはないよね。Facebook とか Twitter とかみんなアメリカだしね。日本はそういうのができないのかなーとかはね、思ったり、なんだり。携帯、スマホ、携帯もあんまり振るわないしね。外国のばっかりだしね。よいしょ。はい。妖怪カードから中国への、8月の中国へのメッセージ。青ずきん。青ずきんね。メッセージだけ言うね。青ずきん。度を超えた愛欲や執着は身を滅ぼすのみ。己の思いをもう一度見つめ直してみることも大事です。だって、お話ね、どういう話かっていうのを話すとめっちゃ長いので、はしょるけど、なんかね、僧侶がね、鬼に変わっちゃったんだって。それは、鬼に変えたものは欲望とか執着が鬼に変えちゃったみたいな話を。ね、愛しいと思う何かがあって、それは羨ましい限りなんだけど、ね、愛しい人とかね、パートナーとか、我が子とかね、こう、惜しみなく愛情を注ぐ相手がいる。でも、それがこう、積もり積もってね、片時も離れたくないとか、永遠に手放したくない、などと、強く願うようになって、では、もはや愛でも恋でもなく、愛欲や執着と呼ばれるものだよ。で、その執着は、人を鬼みたいなね、悪いものへと変えちゃうから、ご用心してねっていうカードですね。中国に対して、愛欲、愛しい、恋しい、それが度を過ぎて、執着、執念になると、良くないよっていうカードですね。はい。中国、執着は手放し、知恵を使う時だよって言ってるね。はい。続いて、8月のロシアに対して日本の神様からのメッセージ。日本の神様から、8月のロシアへのメッセージ。はい。ロシアへのメッセージ。じゃん。ニニギノミコト。ニニギノミコトはね、アマテラス大御神の孫なんだって。高間ヶ原から地上に降り立って私たちの祖先となった神だって。天から降り、形あるものになって、また天に帰る存在っていうのを象徴してますね。で、天からこう稲穂を携えてきたので、農耕を司る神様でもあります。ということで、テーマとしては天と地をつなぐエネルギーとかね、自然がもたらす知恵。メッセージとしては、私は天から降りてきました。大地を支配するためではなく、天と地を融合するために来たのです。自然の声に耳を傾けてください。体のリズム、自然のリズムに自分を合わせていくなら、健康という素晴らしい贈り物を受け取ることができます。できるでしょう。ということで、ロシアへのメッセージはね、自然と一体になれって言ってるね。うん、なんか、物質的なさ、ものとかさ、なんかこう、例えば今起きてることに関連づけると、ね、あるところの土地が欲しいとかさ、ここを自分の領土にしたいとか、そういうことじゃなくて、謙虚に素朴のとにね、自然とか地球とかと関わって、ね、で、自然に存在するものはね、自分を押し付けたり先を急いだりせず、無心にゆっくり、時が満ちるのを待つものだし、なんか自然のサイクルとか地上にね、そう、自然のサイクルにこう身を委ねて、こう地上に生まれたことに感謝してね、みたいな、そういうことよ。ね。はい。
ニニギノミコト。意味深だね。じゃあ、妖怪カード。8月のロシアに対する妖怪カードからのメッセージ。はい。ロシアへの妖怪カードからのメッセージは、じゃん。はい。ナミコゾウ。ナミコゾウだね。ナミコゾウは、なんか、こう、親指くらいのちっちゃい子供、静岡県に伝承する妖怪ですね。まあ、これもなんか、どういう存在かっていうのを説明するのはちょっとはしょると、メッセージとしては、良い行いをすればいつか必ず我が身に帰ってくるものです。あなたは周囲の人たちと助け合う心を持っていますか？っていうか、ね、何かお困りのご様子ですが、いかがされましたか？助けてほしいことがある。力を貸してほ、ね、欲しいことがある。なるほど。それではあなたの行いをね、帰り見てみましょう。あなたは誰かを助けた覚えがありますか？っていうのを問いかけてますね、ロシアに。情けは人のためならずっていう言葉がね、ありますけれどね。人のように必要なのは助け合いの心です。あなたがこれまで善行良い行いを積んできたならきっと救いの手が現れるし、そうでないなら現れないかな、みたいなカードかな。うん。はい。ですね。なので、いいことしてますか？してきましたか？っていうのと、あとはもっと、なんだろう、ね、自分、なんだろうに、このさ、人間のサイクルじゃなくて、自然のサイクルとかにね、地球のサイクルとかに身を委ねなよっていう、その一部なんだからね、我々はね。その地球の中でさ、自分の領土がってこう取り合ったりしてもね、大変よ、それは。うん。はい。ということで、ロシアへのメッセージはまた意味深でしたね。はい。いかがだったでしょうか？ 8 月の中国とロシア、何が起こるかでした。はい。いかがですかね。では、じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん、じゃんけんぽい。チョキなので、グーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。